マジックキャッスルは、日本の競争は主な勝ちクランに2021年の愛知杯。場名の意味は、魔法の城。7月13日、福島の新馬戦で、戸崎慶太を背にデビュー。中段追走から鋭く、足を伸ばすとミコハに4馬審査をつけ一番人気に、答える。9月29日中山のサフラン賞では、後位追走から直線で一旦は先頭に立つも、マルターズ業者に、 首さはわされ2着。重症初挑戦となった11月2日のファンタジーステークスでは、道中後方追走から直線で懸命に追い上げるも、レシステンシアの2着に終わり、2歳シーズンを終える。2月15日のクイーンカップから始動。後方追走から直線追い込んでくるも首さ届かず、またもや2着。4月12日の大賀賞では終始後方のまま、見せ場なく12着大敗。 5月24日の優秀品場でも5着に敗れた。秋に入り、9月12日のシオンステークスは、中段から追い上げてきたが4着と赤敗。10月18日の週刊賞では10番人気での出走となり、レースでは、デアリングタクトをマークする形で、中段後方を追走し、最後の直線で鋭く、足を伸ばし2着に入った。レース後は、休養に入った。 1>, 1月16日の愛知杯に2番人気で出走。中段のやや後ろで足を溜めると最後の直線では、先に抜け出したランブリングアレーを首ささし切って、重傷発生派を果たした。続く、阪神ヒンバステイクスでは、道中後方追走から直線で、ババの意もついてくるもデゼルの2着となった。5月16日のビクトリアマイルでは、 中断追走から足を伸ばすもグランアレグリアの三着と、敗れた。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。